野田元総理、出馬表明、共産党が早速脅しの擁立ということでですね、こちらについて触れていきたいと思います。はい、いや、あの、土ジ総理がですね、えー、またですね、再起を図ってきたということで、ま、立憲民主党代表選にね、まさか野田さんが出てくるっていう、ま、そこまでの状況になってきましたと、はい、でそんな中で、ま、そちら、何を語ったのかっていうのをお話ししたいのと、さらにですね、ちょっと本当にタイミング良すぎでしょっていうような形で、 え本日、共産党が一野田元総理のまあ立憲民主党代表選における選対本部長を務められる方の選挙区にえいきなり出してきたというね <laughs> ことがございまして、これはまあわざとなのかね、本当たまたまなのかわかんないですけども、さすがにちょっとタイミングよすぎるでしょという現象が起こりましたので、そちらについても触れていきたいなと思います, <laughs> います。はいえー、8月29日、野田元総理出馬表明ということで、千葉県習志野市 JR 津田沼駅。 で表明をされましたと、はい、で一応今日は、まあ、この政策とはがっつりっていうねこう会見っていう形ではなく、まあ、ちょっと台風とかもね絡んだりしてるんで決意表明のみということで、えー、野田さんが普段立たれている津田沼駅をバックに、えー、そこでね、えー、表明をされましたというところですねはい、まあ、1986年初該当の場所がこの津田沼駅でっていうところででなんでねこの8月29日を選んだのかというと、えー、13年前 えー、民主党の代表選で勝った日が、まあ、ここがですね8月29日だったってところなので、まあ、ちゃんと、ねえー、いつ表明するのかみたいにちゃんとストーリーを作って、えー、やられたっていうことですね。はい、でねもうずっともう野田さんっていうのはここ、ね、う記者会見全部見たんですけども、えー、これ、も街頭っていうね、えー、ワードもめちゃくちゃ出されておりまして、まあ、お金をかけない選挙とかいろいろ出されてるんですけども、まあ、野田さんといえば常に毎日も街頭を立たれてると、まあ、1週間に1回ねもうビラも新しくすり直 倒してってっいうか毎週違うビラを同じ駅で配ってるっていうもう化け物みたいなね、はい、もう大御所だにもかかわらずめちゃくちゃ駅たた立ちまくってるっていうのが、えー、こう野田さんになっているんですけどもまあねそれこそストリートから、まあ、こう売れてったね、えー、ストリートミュージシャンのゆずさんと小袋さんとか名前出しつつ、えー、私は街頭から生まれた政治家ですと。 で、まあ、最終的に決意に至ったのも、まあ、言ったら若手とかから、ね、出馬要請があったとっいうお話ありましたけども、まあ、最終的な決断というのは、もう原始的な街頭での世論調査の結果、出た方がいいという判断されたというエピソードを出されておりました、はい、で実際ですね、えー、これ野田さんのこれどういった瓦版というですね、えー、ビラをずっと配っておりまして、で僕が、ね、ちょっとこのビラ手に入れたの、ナンバー1420番、び <laughs> ます。 1,420枚目のビラを配っているのがまずエグすぎるんですけど、で、これ野田さんのビラですね、もう白黒の印刷の、はい、えー、しになっていて、で、それこそ、まあ、の今年の8月に出されていた、えー、ビラですね、えー、令和6年8月4日って書かれた、で、もし空もしありってとこで、まあ、トランプさん、ハリスさんのね、えー、ところの内容とかを、えー、野田さんの所簡を述べた、えー、こうビラになっているんですけども、 でこの時に書かれている内容というのが、例えばトランプ前大統領が勝者し場合には、米、えー、国第一主義を掲げて、まあ、保護主義的な経済政策になるので、まず、あ、そこで、えー、為替や関税がどうなるのかをちゃんと分析するべきだと。はい、で一方、ハリスさんに、ねえー、なった場合に関しても、基本的にバイデン路線の継承なんですけども、まあ、外交手腕は未知数で、まあ、そういうことねパリ,パリオリンピックで、えー、開会式でね、 ということあの、韓国選手団のことを北朝鮮って言ったとっいうね、あの、伝説の事件がね、えー、バリゴリンの改革開,開,開幕式であったんですけども、まあ、その中で、 まあ、ハリスさんも昔同盟国である韓国と北朝鮮を間違えたことがあったと、えー、そういったとこもね、えー、書かれておりましてかなり細かくい、まあ、ったら時事的な、ね、要素を盛り込みながら、まあ、ハリスさんの外交とかもね、えー、分析していくみたいなてかハリスさんやばいですよね <laughs> バイデン大統領ウクライナとロシアプーチンとねゼ、えー、レンスキー間違えるようなこと言っちゃってるんで、はい、ハリスちょっと。 こういったこともあったんだなみたいな、えー、とこもあったんですけども、まあ、とにかく野田さんっていうのは、まあ、こういったところで毎週小ビラを作り変えられてるっていう,もうエグ技ザをやられているわけなんですね。はい、だか今日ねなんかどういったビラを配っていたのかだから今日野田さんが朝同じねおなじみの場所で、えー、ビラ配り津田沼駅でやった後にそのまま。 決意表明というところの流れっていうような、えー、状況なんで、今日のビラとかもね、ちょっとどういう内容なのかみたいに気になるんですけども、まあそういったことですね。他には、えー、ポスター掲示のお願いとかも書かれているというところで、まあそれこそね、今野田さんが出ると、まあおそらく千葉県内の 選挙区ですね。まあ、野田さんはね、もうどっちにしろ、まあ、当選するのは確実かなというふうに思うんですけども、えー、千葉4区。まあったら野田さんの選挙区が、まあ、あの区割りの変更とかもありまして、えー、2つに、真っ二つに分かれて、千葉14区野田さんが選ばれて、そして千葉4区に、まあ、野田さんのね、えー、もう擁立者と言ってもいい水沼さんというですね、えー、方が出られると。はい。 でこの千葉4区の水沼さんにとっては、かなりです、ね、この野田さんの出馬表明というのは追い風になってくると思いますし、えー、千葉県内の、えー、それこそ、まあ、奥野さんとかも、ねえー、野田さんを出馬要請みたいなのを求めてましたけども、えー、千葉県内の立憲議員も追い風になってくるのかなと、だからね、それこそ小林貴之議員は自民党で出て、斎藤健さんも出るかもしれないと、はい、で野田さんも出るとなると、いや、千葉県内の。 この総裁選、そして立憲民主党選だ争いの結果によっては、えー、かなりですね、いろんな小選挙区の結果に影響を与えていくんじゃないかなというふうには思っております。はい。で、そんな中で。 え他にどういったことを語っていたのかというと、まあ、とにかく刷新感が必要というところで、まあ、本当に昔の名前出ていいんですかみたいなところ言われていたんですけども、まあ、だからこそ経験に基づく安定感が必要なんじゃないかというふうには、えー、言われておりましたこう刷新を実現するために経験が必要ですという、えー、ことで、まあ、それこそ、ね、今小泉総理になるんじゃないかみたいなこう言われている中でだからこそ、ね、この野田さんが来るとおこれ結構小泉さん結構やられる可能性もあるんじゃないかみたいなね、えー、そういった見方をされる方が多い中で まあこの刷新感はないですけど逆に安定感がかなり良くなったでしかもね、えー、立憲民主党の中の、まあ、一番総理になってほしい秘書ランキングではもう野田さんがもう圧倒的になっておりますので保守票も取れるんじゃないかというふうにも言われておりますはいでそんな中で、えー、目標はね、えー、もう立憲民主党単独というよりは自民党のとにかく単独過半数割れ、まあ、ここを狙っていくと。はい で、まあ、そこはいろんな野党とかもあの数も合わせながら、とにかく自民党の単独過半数度終割っていくと。はいで、今回のね裏金問題とかで自民党の失望している、自民党普段支持してるんだけど、自民党に失望しましたっていう保守党をとにかく掴んでいくってとこ、明確に言われておりまして。共産党とは もう政権を担いだい,いですよってところも、えー、言われました断言されたというところですね。はい、で、さらにも、ねえー、元と野田総理が、えー、民主党政権時代総理大臣時代に、まあ、小沢一郎さんがです、ねまあ、消費税を、えー、上げるというタイミングで離れられたと。で、今回です、ね、その小沢一郎さんみたいな経営の,中,であ経営の、ね、中のはずであるんですけど、まあ、今回、結構です、ね、あの話し合う場とかを設けられていて、 まあ、とにかく野田さんがやりたいのは一番立場が離れた方と問題意識を共有しておりますと。 目指す方向感が一致していると言われていて、まあ、というのはやっぱり野党をちゃんと連携していかないといけないのとで、特に中道から右サイドの野党との連携が必要なんじゃないですかというふうに言われていて、まあ、それこそ連合会社ね、まあ、国民民主党だったりとか、えー、そして維新だったりとか、えー、そういったところと連携が必要な中で、えー、そこに関して小沢一郎さんとは一致しているという、えー、ところです。なので、野田総理が誕生すると、維新との関係性も、ね、かなり良くなるんじゃないか、えー、それこそ今こ前維新のね、この勉強会のところに野田さんが交渉して、 えー、出席されたりとかもしておりますし、えー、前原誠司さんもね野田さんってとこを言われていたりとか、まあ、維新のメンバーでもね、えー、遠藤隆、えー、さんとかもねこう野田さんの待望論みたいなとこを言われていたりとかもしているんで、まあ、野田さんになると、まあ、そこのね,ね中道票っていうのはかなり取れるんじゃないかみたいなとこも、えー、言われておりますとはい。 でしかも訴えてる内容っていうのが、ね、政治改革ってところ結構出されていて、まあ、自民党だと政治改革できないでしょうとで、えーまあ、安倍総理と、ねえー、約束した議員定数削減というワードを入れられたりとか世襲、えー、禁止、ここまで言ってますけどね、えー、まず政治資金を引き継げなくするようにするとか統一、えー、選挙区から3都市以内の方の連続で立候補するのを禁止、まあ、そもそも野田さんが世襲じゃないんでそこをかなり言っていくとで自民党ができないんだったらもう立憲民主党の内規でやっていくみたいな、えー、とこも言われたりもしているで でまあ立憲民主党、ね、世襲議員めっちゃいるんですけども、まあこの辺どうするんだろうなみたいなと,ところもちょっと気になるえポイントですねだからこの世襲禁止っていうのが、立憲民主党代表選にちょっと影響を与える可能性もあるのかなというにもえ、ちょっと見ております。はいえそして内閣人事局の廃止ってところで、まあ、民主党政権時代、結構ちょっと官僚的にかなり批判的なね、えー、ことをやったんで、あんま官僚が協力してくれなかったみたいなところもあるんですけども、それをねもう一度ちょっとフラットな立場に戻していくと、で内閣人事局、だから今ね、えー、民主党政権終わったあと、まあ、自民 安倍政権の長期政権になって、割と官僚もちょっとビビってる、る忖度するようになってしまったってとことで、まあ、そこの関係性をもう一度正すみたいなところも触れられていたというところですね、はい。で、やっぱね、まあ、その安倍さんが、まあ、長期政権、まあ、一度ね、えー、第1次安倍内閣であのすぐ倒れて、えー、その後長期政権をねか、えー、まれたということで、まあ、そこからね、えー、県に関して記者からも質問があったんですけども、土、まあ、田さんもね、ちょっと安倍さんの関して、結構。 えー、触れられらておりましたとまず勝ち,勝ちっぱなしはないでしょう安倍さんっていうですねまあ国葬でてかまあほ野田さんのまあ言ったら再藤版。 のね、この世論みたいなのは、本当国葬から始まったと言っても過言ではないのかなという,う思っていて、まあ、安倍さんへの、ね、こうツイートの時に勝ちっぱなしじゃないでしょう、安倍さんというですね、えー、そういったワードがすごいあのものすごく、えー、刺さったというふうにも言われておりまして、まあこの、ものすごく感動させたみたいなね、これ結構自民党の方だったりとか、ほかの、まあ、いったら立憲以外の方かもすごい評判が良かったというふうに言われていて。 で、まあ、その時にこのワードを出しつつもう一回政権を取り戻すためのあミスを作ることが役割ですって風ううにも言われていてで安倍さんを見てねこのどん底から這い上がる力みたいなのを見てきたっていうところも、えー、触れられていたっていうところですねでそしてあいに減税しないっていところも踏み込まれました、えー、だからね令和新選組とか、えー、共産党とか ここは、ね、かなり減税ってとこ、まあ、前回の申請だったりとか、今回も多分訴えてるとこであると思うんですけども、えー、減税はしないというふうにも言われておりますので、まあ、ここだから、まあ、言ったら右サイドとの野党の連携みたいに言われてるんですけども、ちょっと左サイドの連携はどうなんだろうな、みたいなところもちょっと気になりましたね。はい。で、そして、えー、憲法改正とか言われたときに、私は論権ですというふうにも、だから議論して、えー、憲法改正についても触れられていくというところなので、あなので、社民党とかどうするんだろうな、みたいなところもちょっと気になるところですね。はい。えー、そして、当時、えー、 民主党政権で、まあ、野田さんが、ねえー、総理になった時に分厚い中間層の復活みたいなところを言われていたので、まあ、そこに関してもやっていくというところも触れられておりましたという、えー、ところですね、はいえー、そしてちょっと気になったポイントでいくと衆院選のアイチャック、ここ2021年の、えー、タイミングでここは大接戦の、ね、選挙区になっていたアイチャックはです、ねまあ、かなり毎回も接戦になっていると、はい、で自民党の伊藤さんが、えー、立憲民主党の坂野さんに、えー、語られたと。はい もう選票、もう本当、選票差で勝たれたっていう選挙だったんですけども、えー、ここがですね、また自民党が伊藤さん、そして立憲が万野さんなんですけども、えー、共産党が今日ですね、擁立発表してきました。古川さんという新人の方をですね、えー、擁立してきたんですけども、まあ、そこの、この立憲民主党の万野さんって方が、まあ、言ったら野田さんの選対本部長になるんじゃないかって今、調整されている方なんですよ。はい。これ、報道とかで出てましたけども。で、この、 バンドさんがもしね、ここの選挙区に共産党出たら、 まあ確実に、かなりちょっと今、接戦なんですけども、ちょっと万野さんにとってはかなり厳しい展開になってくるという状況なので、いったら、この野田さんの選対本部長のところに、このね、野田さんが発表した日に共産党を擁立してくるというのは、これは相当な、共産党の関係性ちゃんとやらないと、はい、着火立てちゃいますよみたいな、そういったメッセージも受け止められるというか、いや、ここはすごいタイミングで出してきたなというふうには思いますね。たたまたまっていうね可能性が高い ないんじゃないかなって思うんですけどもいや少なくともまあ、この古川さんを下ろすか下ろさないかっていうまあ共産党はキャスティングボードって見てたのが一つあるっていう、えー、状況なのではいいやここの万能さん共産党出るかによってだいぶ結果変わってくるんでいやこの一手は共産党強いなっていう風には思いますねはいで野田元総理と共産党なんですけどもまあ、元々政策協定結ぶのはありえないっていう風には言ってたんですよただ選挙区の調整は OK だ泉健太さんは割と同じ考え方ぐらいの え感じですかねだかねだら選挙区の住み分けは、まあ、お互いね消耗戦お,お互い一緒に選挙戦っても消耗するだけなんで、別に選挙区の住み分けッ OK ですよ。ただ政策協定は結ばないですよというところは野田さん言われているという、えー、ところですね。はいえー、ちなみに野田さんの選挙区千葉4区、そしてね、えー、先ほど言われて千葉14区、野田さんのもとと選挙区ですね、船橋含まれているところに関しては、えー、共産党はもう立てております。はいで あとちょっと気になるのが、まあ、蓮舫さんね、元々野田グループといいますか、野田さんの家政会ってとこがあって、で、側近にね、塚雅義夫さんがいて、哲雅義夫さんが今回の都知事選のね、え蓮舫さんの選挙を仕切っていたっていうえとこなんですけども、で、この都知事選で、今回野田さんと C さんが並んだっていうのが結構ですね、 まああのー、すごいちょっと話題になったというか、結構だから共産党の方とかを応援してる方、結構野田さんとかにぶち切れてる方とか多かったりしたんですけども、え今回そこはねあの、強調して並ぶみたいな、えー、展開もありましたと。はい。で、そんな中で、 もともと野田さんのグループ、まあ、手塚さんのところは、ね、完全に野田さんを支持していく展開になるかと思うんですけども、え直感の会っていう立憲民主党、若手とかのグループがですね、まあ、今回、野田さんの、えー、出馬というのを求めたと。で、今回こう、重徳代表という方、愛知のね先生の国会議員が、まあ、立憲と共産が手を組んだという印象というのは、もう都知事選を契機に起こってしまったと。で、あんなにがっつり会うことはもうありえないというふうに批判されたんですね。はい で,でもこれってやっぱり野田さんのグループの,あの手塚さんとかやったことなんでこれ直感の回とこれ野田さんえ仲良くできんのかなみたいなすごい手塚さんとかねまあ言ったら、まあ、今回連舫ささせたのはもう完全に野田さん手塚さんまああとはねまあ別で、えー、それこそ枝野さんとこやったりもしていたんですけどただね まあここに関してはちょっとどうなのかなってだからこの野田さん支えるグループっていうのがこのがっつり共産党とね、えー、手を携えようとしている手塚さんとそしてえ共産党ちょっと近づきすぎって言っているこの重徳さんって両方が一緒に支えてるっていうよく分かんない状況みたいな感じになっております。はいで 今日ですね、えー、田村智子、えー、委員長、共産党の委員長が、まあ、立憲民主党代表選そのものには普段コメントしないんですけども、えー、一応、泉代表とは、まあ、ことかの合意がありますと、はい。で、なので協力してきますと。で、さらに物価高騰対策として消費税減税を訴えて修正戦いますという風にも言われたんで、じゃあ、この野田さんの消費税下げない論と。えー 田村智子さんがやりてね、共産党は消費税減税を訴えて戦いますという、えー、ところが、まあ、どう折り合いをつけていくのかなみたいなところはもう次の、えー、衆院選のかなりのちょっと注目ポイントなのかなというふうには思いますね。はいまあ、なので、まあ、野田さんになってね、割とこ補助守層みたいなところも、まあ、完全に取れる、えー、方ではあると思いますのでただね、結構やっぱり立憲民主党のサウスポーの方々がかなり批判したると思う。 えー、してるんでまあアメリカ大統領選とかでやっぱトランプ倒すためにちょっとバイデン擁立してみたりちょっとバーニー・サンダースだとやっぱりちょっと、えー、中間層取れないんでまあ ね、ちょっとこの左派的な人にも割と真ん中取れる賞をね選んでいきましょうとで今回立憲民主党がそうなるのかどうかただね立憲の例えば枝野さんって割とねサウスポーの方だと思うんですけども、えー、こ枝野さんに関しても、まあ、今回だから共産党と、まあ、ったら党の全体として協力することはないと、えー、地域ごとにやっていくみたいなそういったね、えー、発言などもされておりましてでそこに対して結構ね共産党が反発してるんですよいえいえ その地域だけででやっていくってていいくこととはないですよとあくまで全体で、えー、党と党でやっていきましょうみたいなところを言われているんで、いや、そこはね、思ったように野田さんよりも意外に枝野さんの方がそこに関して厳しいこと言ってるっていう、えー、なんか見え方もね、個人的にはちょっとしてるんですけども、最終的に野田さんがこの選挙区調整で共産党とどうやっていくのか、で少なくともね、この愛知ハックが <laughs> 野田さんの選対法部長のもうこの精神に関わるような、えー、一手をですね、共産党を打ってきたんで、いや、ここはですね、かなりちょっと注目な、えー ポイントななのかなと思っておりますはい、えー、今後も立憲民主党代表選、ねまあ、野田さんが出たことによって、泉健太さんが今、推薦人20人集まんないんじゃないかみたいなことも、えー、あの代表出れないのみたいな、泉さん出れないのって一番かわいそうみたいなね、今、そんな状況になっておりますので、ちょっとね、えー、注視していきたいなと思います、えー。ぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。ありがとうございました。